は武田久美子の本当の話、10月22日第98回放送です。私はアシスタントを務めます倉島真美子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田久美子先生をご紹介します。先生今回もよろしくお願いいたします。まず番組を始めます前に、10月10日11日と出雲方面への小奈木先生とのツアーご参加いただきまして本当にありがとうございました。当日の様子を伺ったところ、お天気もよく、天気良かったですね、はい。あと非常にまた講演会の後の盛り上がりっていうんですか、いつもの通りだとは思いますけれども、非常に楽しかったというような話を聞いておりますので、それは小奈木先生も来られて、出雲大社にも前の日行ける人は行って、それで帰りはまたね、あそこら辺の旧跡を見れるっていうのはツアーはそうないですからね。そうですね。まあ、今回初めて参加された方もまあベテランのといいますか、回数重ねていらっしゃる方とも随分と交流も深まれたということですので、非常に良かったなと思います。また次回このようなツアーがございましたら、今回行けなかった方なんかもね、ぜひ参加してみてはいかがかなというふうに思います。そして続きまして、明日なんですけれども、先生いろんなところにここのところ出ておりますが、山形の、ね、はい、山形のお話になります。午後2時から明日ですね、10月23日山形市民会館大ホールにて講演会がございます。まあ、多くの方がすでにお申し込みになっているということなんですけれども、まあ、通常の会場ですと満席立ち見必至という感じなんですが、主催者の方が大きな会場を用意されていたということで、まだ入れるかもしれないということなんですよね。そうなんですよ、山形の市民会館の大ホールで ね大ホールということですね。1200もだから僕1200なんて聞いたからね、赤字になっちゃうんじゃないかと心配したんですよ。はい、だから今からでも行ってみようという方いらっしゃいましたらば、概要欄の方にチラシが表示されるページをリンクいたしますので、そのチラシの中にございます記載の QR コードを読み取っていただきまして、お申し込みくださいということです。はい、はい、以上がご案内でございました。それでは最近の話題を中心に番組進めてまいります。視聴者の方からいただいたさまざまな質問を取り上げながらということになります。まずはこちらです。はい、投票の判断基準、現金給付はありがたいけれどという、こちらから始めてまいります。視聴者の方から今月末に行われる総選挙に関してご質問をいただきましたのでご紹介いたします。新首相が誕生してからすぐの解散総選挙、いろんな報道を見ているとどこも現金給付の話ばかりの印象があります。18歳以下に10万円とか、一律10万円とか20万円とか、自分も含めて困っている人が多いのでいただけるのは大変ありがたいのですが、4年に一度の選挙なんです。もっと他にもあるのではないでしょうか。どこがいくらくれるかなんて、元はといえば我々の税金ですし、取りすぎたから返すというならこっそり返してくれればいいです。もし中国が日本を支配すれば100万円くれるというならそれでもいいのでしょうか。仮に金額で投票する人が増えるなら、中国は武力を使わなくても日本を占領できると思うでしょう。総選挙、何を判断基準にすればいいのか、無学な私たちに教えてください。虎ノ門ニュースと本当の話だけが頼りです、よろしくお願いいたします、という内容。そして続けてもう一つご紹介します。私は野党に期待しづらいと思っているものなのですが、岸田首相の主張の中に緊急事態宣言が出た時に人流抑制などの法整備をするという案もあって、自民党でも科学とは無関係に試験を制限するのなら入れたくないと思ってしまいます。どうバランスを取るのがいいのか悩んでいます、というお二方からの質問ですね。そうですね、まあ、お二人ともかなりのね、内容のご質問なんでね、いやその通りですって言ってしまえば終わりじゃないかと思いますが、まあやはり現金給付の方はね、国民を買収しようってことですから、これ現金給付っていうんじゃなくて、もちろんそこに書いてあるように生活に困ってる人にどうするとか、コロナで具体的にどういうふうになったからどうという理由でね、それぞれまあそういう困った人に社会的な給付というのはいるでしょうけど、選挙の公約で一人10万だとか15万っていうのはね、いくらなんでもひどいですよ。それでこれはね、買収でもあるし、私が一つお話をしますとね、いつも話していることですが、江戸時代のイザベラ・シトモアが日本に来た時に、ある宿屋に泊まったと。で非常に女中がいいことをしてくれたので、帰りがけに、お金を包んで、
ありがとうございましたって出したら、私は女中として当たり前のことをしただけに過ぎないから、それお金はいただきませんと言ったと。でイザメラシッドも、まあイギリスの人ですけど大変に感激して、いや人生とは関わるべきだと、まあ、いうふうに言ったわけですね。江戸時代までの日本人というのは、今の収入から言えば、今の生活から言えば100分の1ぐらいですよ。もちろんお風呂もない、あの水洗トイレもないね、食べるものもご飯と お汁で食べると、まあ、そういう生活をしていながらお金もいませんって言ってますね。それから当時日本に来たイギリスとかあのアメリカのですね人たちが、我々共通して言ってるのは、我々と富裕な商人だけを除けば、富裕な商人は金があるのにますます金を欲しがってるけども、それ以外の日本人は、その毎日の生活が幸福である楽しいということに重点を置いてお金は欲しがらないと、まあ、こう書いてありますね。まあ、お金ってのは非常に不思議なもんで、まあ、日本今の現在の日本でもそうですけど、お金もちょうどお金を取ろうとする。で我々普通の人は普通に生活してればいい。人生の価値というのは、お金にあるんじゃなくて、そのもちろんその人生そのものにあるわけですよね。だからまあだけど今の日本はもうお金だけになってしまって、そのためにみんなはもう少しでもお金を稼いでと思ってますね。だけどこのところ僕ちょっとまあいろんなスケジュールの調整がうまくいかずに、まあ本当おととい昨日と東京中をまあ歩いたと。そうすると時間がもうとにかく家にも帰らないし、食事も外でしなきゃいけない、休憩も外でしなきゃいけないというんで、いろいろ皆さんが日頃経験してるでしょうけど、いやまあ天ぷら定食も安いしね、それから間違って僕あのタピオカの店なんかに入っちゃって喫茶店だと思って知ったら、そうなんですか、初めての経験ですか。いやタピオカ渋谷では食べたことあるけど、はいはい、喫茶店みたいなだったから、はい、それ見たらね、なんかタピオカのドリンクがあるような、そう入ったらね、女の子2人高校生ぐらいがアルバイトやっててねだあの誰もいないんですよ、もうタピオカ今廃れてるから。だけど結構甘かったしね、ゆっくりね、うん、そこで1時間ぐらい時間過ごしたら、ね、いろいろしましたけど、はい、それから食事するとこも赤坂とか六本木とかそういうとこでしたから、うん、ビクビクしながら行ったんですけどちゃんとあの天ぷら定食600円とか700円とかありましてね、いや別にねお金がいるわけじゃないんですよね。まあ、このスタッフにはもう納豆と卵とご飯で毎日を過ごしてまあ1ヶ月2万5000円だったのいますからね。だからまあ、 あのそういうことだと思いますね。だからこんなのは全然違う。やっぱり我々の子供がいる人もいない人もやっぱり自分たちの日本の子供が中国とかそういうところに占領されずに、やはり日本で働きたいと思う人は日本で働けるような、そういう具体的な政策を述べているところに投票すべきだと、まあ、いうことでしょうね。はい、はい、さあそのこの選挙のお話なんですけれども、はいはい、まあ、注目の選挙区があるということで、そうですね、一つは三重一区、東京八区、はい、内容全然違いますが、はい、三重一区はね、お母さんが出たんですね、はい、3人のお母さん、あなた何人でしたか。うちは2人です。2人ですか、はい、それでまあ今まで政治あんまり関係ないという人が周りから言われて、うん、僕はねこれがまあ山田泉さんっていうんですよね、はい、僕は山田泉さんというのは直接知らないで、山田泉さんを推薦している人を知ってるっていう、まあ、そんな感じなんですけどね、うん、まあこの番組で言ってることと同じだったんですね、はい、まあ、コロナのこと、ワクチンのこと、それからまあその他の給料のこと、社会の正義のこと、まあ、そういうことをあのまあ言って政見放送も聞いたんですけど、うん、今ね子供のことを考えてるのはお母さんだけって言われる時代になったね、本当に子どものことをいろんな次々子どもに強制どうのこうのっていうのをね本当に真剣に考えてるのはお母さんだけ。お父さんはダメだと、まあ子ども死んでもいいとこうなっちゃうんだけど、お母さんは必死に救おうとしてる。だから今度の選挙でちょっと間に合わないと思うんですけど、もっともっとお母さんが出てね、それで山田泉さんみたいにあの市長をあの市長するべきだったなと思いますね。だから今度野党が僕ダメだと思うのはね、非常に偏ったそういう面では偏った政策を取ってるんで、お母さん方は野党に入れないんじゃないかなと思いますけどね、うん、はい、それから東京8区は全然意味が違って、
皆様ご存知の通り、投票格好は非常に有名になってですね、ある野党の結構目立つ人が、東京ハクで立つと言ったと、うん、まあ石原伸晃さんのいる区ですよね、選挙区ですけども、そしたらね、なんか野党の他の党がそれは約束違反だとか、野党の統一を乱すとか言ってわーわー言って、で結局山本さん降りちゃったと。でね、今は日本人はね、もう選挙権のない状態なんですよ。もう僕なんか5回ももう棄権してるんですよ。なんでかって言ったら、僕は憲法通りの人ですから、法律、ね、主義だから、はい、法律主義だから、憲法は党を選ぶってなってないんですよ。人を選ぶんですよ。民主主義ってのは人を選ばなきゃいけないんですよ。代議員ですから、行くとね、僕と意見の違う人なんですよ。これで自民党でもね、清和会とか宏池会ってあるんですけど、今はまあ岸田さんは宏池会から出て清和会的な政策を言ってるんですけどね、もともとは全然体質違うんですよ。そしてまあ、自民党ってのはコンビニエンス党っつって僕は言ってるんですけど、国民が関心のあることを左から右から全部やりますからね。だからまあそれはいいですよ、党内でそれ議論して。ということはね、その憲法に書いてあることと現在の小選挙区制とか合わないっていうだけなんですよ。つまり現在の小選挙区制をやった法律っていうのは憲法違反の法律だっていうことなんですよ、もっと簡単に言えばね。それでだから我々は自分のいい人を選べないっていう状態なんですよ。でこの東京ハックがちょうどそれが出たんですよね。そのある人が立候補して俺ここで出るぞっつった、じゃあその人を投票したいと思う人がハックにいると思うんですよ、もちろんね、うん、と出れば2万票とか3万票とかもっと取りますから。ということはどういうことかっていうと、それでその人は何で辞めたかっていうと、野党のなんか野合で辞めたんですよ。っていうことは選挙区全く無視ね、党利党略で候補者を選ぶ。じゃあ党利党略、党利党略で一人だけ選挙候補者が選べれると、区民その東京8区の人たちは選ぼうにも選ぶ権利を失うわけですよ。それがね、まあ野党の野合ですから、まあこれはしょうがない、野合っていうのは党利党略ですから、政策が一致してるわけじゃないの。政策が一致してればもともと国会の行動が一緒になるはずなんで、党の名前が一緒なはずなわけですよ。党はバラバラだけど、例えば分配金をもらえるとかね、で親の対象になりたいとか、そういうケチな日本のためにじゃない方法で野党が分裂してるわけですよ。だもんだから選挙の時には一緒、選挙の時国民が選ぶ時に一緒だっていうことは、普段から透明が一緒なしかないってことですよ。だって活動が一緒なんだから。政策は違いますけど、選挙に勝つために分配してますのはね、いかにもね、国民の投票権をバカにしてますよ。もう一つあってね、これにはそれに対する文化人とかマスコミとかテレビとかは全くそのことを報道しないし批判しない。マスコミのやるべきことはね、ハックの人のインタビューとかアンケートですよ。それで今度この8区でこの人が立候補を取りやめたけども、あなたはその人に投票したかったですか、じゃあ投票したかった人が多かったらどうするんだってわけですね。確かつまり選挙っていうのは選挙民のためにもちろん選挙するわけで、何も政党のために やるわけじゃない。だけど政党はね、この頃ね、選び方、候補者の選び方も含めて、もう俺たちがね選挙を仕切ってんだって感じなんですよ。選挙は国民のためにやるんだからね、全然違う。それで僕は、ね、今まで白票を投じてきたんだけど、ちょっと今度反省しましてね、白票じゃなかったんですよ、うん、日本の中で僕がこの人が議員になってほしいっていう人の名前を書くべきだったんですよ、うん、で選挙区にその人がいなくても、うん、そういう投票があったら、うん、それはね数に入れるべきなんですよ、もちろん。だって国民が選ぶ必要があるわけだから、国民が書いたものを選挙事務所が否定することはできませんからね。この人立候補してないじゃないかって言えないから。だって日本国籍であって日本に住んでて、なんかまあそういう投票ね、非選挙権の持ってる人だったら。だから今度皆さんね、ぜひね、迷ってる人はね、もう小選挙区で書かないで、自分がこの人が議員になったらいいっていう人を書いたらいいですよ。それが100万人にもなったらね、やっぱり世論は動きますよ。だからつまりこれは何言ってるかって言ったら、選挙権を失った日本人が選挙権を取り戻す実力行使の一つですからね、まあ、これは東京ハックで本当に僕ね、なんだろうなこれはと、ね、それで野党同士でね、
あいつはどうとかこいつはどうとか言ってるんですよ、うん、この人たちね、野党もね、国民は全く目に入ってない。その選挙区の人で投票する人のことは全く入ってない。もう全く無視して、ただお願いしますと頭下げでいいと思ってる。だからもうこれだけ馬鹿にされたらね、これは反撃が必要だと思いますけどね、うん、はい、はい。それでは続いてはこちらの話題です。中露艦隊津軽海峡を通過です。概要です。防衛省によりますと、中国海軍のミサイル駆逐艦など5隻とロシア海軍の駆逐艦など5隻合わせて10隻が18日津軽海峡を同時に通過しました。津軽海峡は国際的な航行に利用されており、通過は認められていますが、中露の艦艇が一体となって日本の周辺海峡を通過するのは異例で、津軽海峡を同時に通過するのも今回が初めてです。中国軍は17日、アメリカ軍とカナダ軍の艦艇が台湾海峡を通過したことを批判した上で、あらゆる脅威や挑発に断固対抗すると対決姿勢を見せていましたという内容です。うん、中国人が全員が人格が低いとは思わないけど、はい、中国政府ってのは人格がないですね。だってね、日本のこと非難してるんですよ。かつて今から70年ぐらい前、日本が中国って戦争したとね。で、中国が弱かったもんだから少し日本が占領したりしたね、一時ね、まあ、10年ぐらいしはそういう時期があった。それを非難してるんですよ。自分で他国を占領しちゃいけないってよく言うよと。チベットもウイグルも他国だ、内モンゴルもそうだ、満州もそうですから。それを占領して、ベトナムに1978年に戦争仕掛けたわけですね。まあ負けたけど、中国が。で、自分がやってることを他人がやっちゃいけないって言うんですよ。今度もそうなんですよ。台湾海峡を通るのが腹立つから、俺たちは津軽海峡を渡ってやれと。だから台湾海峡を避難したやつは、台湾海峡を渡った艦隊はダメだけど、俺たちが津軽海峡を渡ったっていいんだと。なんだこの理屈は。だけどね、これはもうずっとこの理屈を言いっぱなしなんですよ。それでなんで、まあ、この前の虎ノ門で地図出して、あれはなかなか皆さんがいいって言ったんだけど、中国の中距離弾道弾ミサイル、これはものすごく持ってるんですよね。それはだいたい満州から広東ぐらいにかけて、だいたい沿岸沿いというか、ちょっと沿岸から入ったところにサイロがあって、ここでちゃんと方向を定めてるんですよ。この方向が全部わかってるんだけど、満州のあたりのミサイルのサイロは札幌から東北の都市なんですよ。それで北京あたり、それから南の方は鹿児島とか福岡とか、全部日本の都市なんですよ。だいたい射程が3000キロぐらいですからね、大体が。そうすると日本には届くけど、アメリカとか他の国に届くわけじゃないんですね。ですから中国が持っている大量の中距離核弾道ミサイルと核爆弾は、日本の都市の人たちを全滅するために配置されてるんです今。これもう20年ぐらい前から。それなのにね、中国と貿易したりね、中国人留学生を日本の税金の国費でね招いたりね、トヨタ自動車は電磁鋼板をね、中国の電磁鋼板製造会社から買ったりし始めたわけですよ。これについては日本側から、あれ盗んだものなんですよ、もう国際的によく分かってるわけですよ。日本の新日鉄の技術とかいろんな会社の技術を、その従業員が、まあ、最初に韓国に売ったのかな。で、韓国に売った技術情報を中国が盗んで始めたやつが今ですよ。だから国際的にね、盗むとかそういう行為でやるっていうのはね、それはそれで大国だとか、人に偉そうなこと言えませんよ。ものすごく貧乏な国がね、しょうがなくやる場合はあるんですけど、まあちょっとね、もう中国のこのひどさっていうのはね、やっぱもう並大抵じゃないですね。まあ、そろそろ僕もね、中国の結構中華料理好きだしね、中国人がやってると美味しいんですよ。それから名古屋にも中華人の、中国人のクラブがありまして、はい、なかなかこれもいいんですよ。寄せてましたよね、前ね。だからちょっと辛い面はあるけどまあ少しそういうのと遠ざかる時期かもしれませんね。これはまあひどい話ですね、はい、これはその後艦隊は津軽海峡が太平洋出て南下して、この東京都の島の間かなんか通っていったんですよ。だからなんだっていう感じですね、はい、はい、5隻5隻です ね、 そうですね、中国とロシアの5隻5隻、はい、続いてはこちらの話題です。
台湾半導体メーカー日本に工場建設検討ということで概要です。世界的な半導体不足で自動車だけでなくスマートフォンや給湯器といったものまで供給が止まるものも出てきています。そのような中、半導体で現在世界最大手の台湾の TSMC 社が日本に工場を建設する計画を発表しました。建設予定地は熊本県で、工場建設費8000億円のうち最大で約半分を日本政府が支援するという計画もあるそうですという内容です。まあ、いよいよこうなったかってことなんですね、はい。半導体はかつて1990年1980年代は日本が世界の 54% か半分以上をやってたわけですね、でみんな DRAM だとかいろんなそういう特殊的な ASIC と言われるような特殊的な石もありますし、それをやってたわけですけど、それを叩き潰したのはね、日本の半導体事業を叩き潰したのは日本国だったんですよ、政府なんですよ。半導体交渉もありましたし、いろんな規制とかそういうのありました。それは個別にその政府の役人だとか、そういう天下り先を作るとか政治家が金をもらうためにやった、それを支持したのは日本のマスコミでした。今同じことが自動車でやられようとしてますね、トヨタ自動車がやられるのはやっぱり電気自動車へ の政治的な移動っていうのが一番答える。その技術的に電気自動車になるんだったらそれ構わない。なぜかっていうと、トヨタももちろん準備するから。ところが政治的にやられるとね、これはまあどうにもならないわけですね。でトヨタ自動車が潰れるだけじゃなくて、今の自動車っていうのは鋳造とか鍛造とか全部部品があります。ワイヤーハーネスとかそういうやつに従事している労働者が600万人います。それでもしも小池さんとか小泉さんが言ってるようなことで自動車を変えたら、もう日本の自動車は全部潰れますから、800万人が職を失っちゃうんですね。で日本の自動車工場は全部ダメになります。でこのことを考えて、でじゃあ温暖化を防ぐんだ、いや日本は絶対温暖化しませんから、プーチン大統領偉いですよ。温暖化ってのはなんか暖かくなることらしいけど、ロシアは寒いからちょうどいいっつってるんですよ。だからね、そのくらいのね、自分の国を守ろうというぐらいのことやんなきゃいけない。それでね、商売上の競争とか技術上の競争でトヨタが負けるんなら、それは別に産業上の勝負だからいいんですよ。ただ日本の半導体とか日本のスマホとか日本の電子産業がなくなったのは、もちろん電気産業側にも問題がありますが、そういう国が政策を取り出すと、例えば東芝なんかそうですけど、経営陣の質が悪くなっちゃうんですよ。本当に日本の国のためを考えて技術を重要視してやってる人が役員に上れないんですね。いやそんなこと君言ったって、政府がそういうの切ったんだからそっちでやった方が補助金取れるじゃないかって、そういう人が重役になるんですね。でそれは結果として何かあったら、これがよく表してますけども、もう日本人は日本の会社に勤められなくなる。それを原因を作ったのはお父さんだってことですよ、今の子供から見ればね。だからそれはいくらなんでもひどい。で最近もう一つひどいのは、東京市場で、第1部第2部がなくなってプレミアムとスタンダードになるんですね。ちょっと構造概念が変わるんですね。それは何のためかって、外資を導入するためなんですよ。外資を導入するっていう言葉だとちょっと難しいので、みんなが分かんなくなるけど、日本の会社が外国人の持ち物になるってことですよ。そして我々が何のために働いてる、外国人のために働いてることになるわけですね。儲け全部持っていかれますから。で日本人の給料を低くして、だからもうね、この際外資に勤めてる人はもうやめてください、ね、そうしないとね、日本はもういよいよダメになります。これで電子産業がなくなって、電気産業がなくなって自動車産業がなくなったら、私たちの子どもたちは本当に日本にある外国人が持っている会社で働かされてひどい目に遭うか、それとも中国のコンビニエンスストア の店員やんなきゃいけなくなりますから、そういう問題ですね、はい。続いてはこちらです。ミャンマー ASEAN 首脳会議に招かれず、概要です。ミャンマーで軍と民主派の対話を仲介する特使の派遣など、4月に ASEAN 首脳会議で合意した5つの合意項目が進展していないとして、 ASEAN ではミャンマー軍のトップを今月下旬の首脳会議に招かない決定をしました。これに対してミャンマー軍の報道官は16日、 ASEAN の原則である内政不干渉と全会一致が弱体化されている、 ASEAN は EU やアメリカの干渉を受けていると主張しました。
なおミャンマーはトップの代わりに外務省の高官が出席するものと見られていますという内容です。そうですね、これはもうミャンマーの今のスポークスマンが言った通りで、はい、白人というのはですね、どういう作戦を取るかといったら、見かけはちょっと見にくいんだけど、判断が難しいんだけど、その実深い狙いを持ってるわけですね。で、日本人は例えば従軍慰安婦なんかなかったわけだけども、そういう戦場に置いたり、そういうところで、慰安婦みたいなのが売春組織があったことは間違いないんですね。そのどの国も全部ありますから。ところがヨーロッパ人はそういうことをやると、その目立つから、どういうやり方を取ったかっつったら、植民地には、植民地とか自分の軍隊が行ったところでは、その軍人に、そのとポルトガルならポルトガル軍の軍人に、町で綺麗な子見つけたら全部レイプしろよと、こういうふうにこうお触れを出すわけです。絶対無罪だからねと。で、それはどうしてかっていうと、その間に子供が生まれる、そして男の子が生まれたら自分の名前の一部をポルトガル名をつけて銃を渡して、そしてそこら辺の兵隊をコントロールさせるっていうようなことをするんですね。そうするともちろん慰安、売春組織ないから国際的に非難されないんだけど、実際にはもっとひどいことをやってるわけですね。で、そういうことをずっと やり続けて、来たわけですよ。で、ミャンマーの場合は、これイギリス領だったんですね。で、日本がビルバの立てこと、あれですけどね、インドまで攻めようとして、そこで途中で失敗しました。ここでイギリスはどう考えるかっつったら、やっぱりイギリスの傀儡政権を作んなきゃね。ミャンマーの権益をそのまま、権益というのはイギリスの徳ですね、これを全部失うのは残念だということで、それで派遣されてたのがアウン・サン・スー・チーですね。もちろんだからアウン・サン・スー・チーは当然ですけども、イギリス人の夫と結婚し、イギリスに長く住んでいた。それで、しかしミャンマー情勢が、ミャンマーがだんだん軍によって独立色を強くしてくるから、そうするとミャンマー人のための国ができる。イギリスの狙いはイギリスのためのミャンマーじゃなくちゃいけないわけですから、それでアウン・サン・スー・チーを送るわけですね。で、次は今度マスコミ戦略をやるわけですよ。巧みなね、アウン・サン・スー・チーがあたかもこのなんか女王、救いの女神みたいな形でやる、民主主義の、あの人全然民主主義じゃありませんけど、そしてノーベル平和賞を与える、こういうことやりますね。ノーベル平和賞は実はね、アジアに与えられて、そういう人たちに与えられてるのは、さっき言ったポルトガルの占領地で、女をみんなレイプしろっていう命令を出した人、ノーベル平和賞なんですよ。で、ノーベル賞でも平和賞っていうのはノルウェーが先行してますが、もう常に政治的に先行してるんですね、もちろん。ですから、それは政治の道具として使ってるわけです。したがってそれはね、日本のマスコミももちろん全然報道しません。これは西側のマスコミが全く報道しませんので、今そこのスポークスマンが言ってるようにね、西側の概念でやってるんで、それでそれに ASEAN が乗り、こうあれし応援してしまうっていうのは、 ASEAN にいるその各国、イギリスとかそういうヨーロッパ各国大使がちゃんと根回しするんですよ。そういう点はしっかりしてるんです。つまり国益を守るっていう点で、それから白人の権益を守るっていう点では、もう完全に団結してるんですね。ですから日本人は昔そうじゃなかったんですね。やっぱりアジアの国として、アジアの人たちが悲惨になることを防ぐと、我々は白人の味方ではないっていう態度をずっと取ってた。これは日本だから、日本は今、僕なんかアジアに行きますと非常に尊敬されましたけど、それはそうですね。だから白人側に寝返ったのは白い中国人と言われる中国だけなんですね、日本、アジアではですね。そのことをよくこの記事を読んだ時にね、考えなきゃいけないと思いますけど、はい。続いてはこちらの話題です。英米主要メディア、感染者数水増し疑惑を報道ということです。概要です。ダイヤモンドオンラインの記事によりますと、新型コロナウイルスの感染者数が大幅に水増しされているとの記事が先ごろアメリカやイギリスの主要メディアに相次いで掲載されたとのことです。例えば8月29日付のニューヨークタイムズの PCR 検査で陽性と判定された人のうち、最大 90% の人は感染していないと推定されるという内容や、イギリスの BBC では、 PCR 検査は非常に敏感なので、死んだウイルスでも陽性になる、パンデミックの規模は過大に評価されている可能性があるという報道です。
これら2つの報道はともに一部の研究者が早くから指摘していた PCR 検査で新型コロナの感染者を判定することの問題点を指摘しています。ダイヤモンドオンラインの記事ではさらに詳しく PCR 検査の問題点や感染の定義などについて説明していますが、それらは本当の話でも早くから繰り返し先生が説明されてきたことと同じです。そして記事はアメリカやイギリスと同じことが日本でも起きている可能性があり、厚生労働省や自治体に説明義務があると結んでいますということです。そうですね、まあ、思えばね、僕の親父がね、よく日本は正しいと言うけど狐みたいなところがあるんだよと僕によく言ってましたよ、はい、あっち向いてちょっと調子いいこと言い、こっち向いて調子いいこと言うっていうね。だからまあ米英は非常に悪どい、だけどもこういうことができるっていうのはすごいですね、まあ、日本のテレビはもう山ほどあって、新聞も山ほどあるけど、それから PCR 検査が水増しの可能性があるっていうことは、これは別に普通の、別にそんなのいいわけですよね。まあ、科学的にそうなんだから。だけども、まあ、そういうことを日本のマスコミは言わない。なぜ言わないか、やっぱり僕は親父が言った、日本人というのはずるいところあるんだよと、自分が得するとしたらもうコロッと変わるんだと、まあ、いうことをやっぱり、まあ、日本の報道の人とかね、文化人とか考えてほしいですね。本当に僕はその何回も断ることに言ってるんですが、原子力の国民に対する約束は被爆限度を1年1ミリにしますって言ってきたわけですよ、長い間。自分たちもそうしてきたわけです。で、我々は原子力に携わる人はもう毎日のように線量計つけたり、フィルムバッジつけてですね、全員が1年1ミリシーベルト、本当は従業員は1年1ミリシーベルトじゃなくていいんですけど、だけど1年1ミリシーベルトに普通抑えられるので、そういう方法でやってきて、これは毎日のことですから忘れたとかそういう問題じゃないんですよね。ところが福島の原発事故が起きて、そして1年1ミリシーベルトが守れないという状態になってきて、バス出せばよかったんだけど、バスも出したくない、お金使いたくない。で、枝野さんが、当時官房長官だった枝野さんが、放射線の被曝は直ちに健康に影響ない、直ちにはありません、まあ数年経ってがんになるとか子供に影響があるとか、そういうことを前から、それで規制値が決まってるわけですね。それで、まあ、週刊新潮に1年1ミリシーベルト男武田邦彦、まあ、それは週刊誌が書くわけですから、まあ、いいにして、その中に原子力関係者が20人ぐらい、お偉方が武田は何言ってんだって出すと、これがね、親父の言ったね、日本人はずるいところがあるよって僕に教えてくれたことじゃないかと思うんですね。ああそうだな、親父の言った通りだなと、日本人はそういう時になって武士の魂が抜けてしまうんですよね。それではやっぱり世界にも尊敬される民族にならないので、やっぱりね、日本人も一人一人がこうきちっとね、ものをやるようになっていかなければ、やっぱり国際的には尊敬されないと、こう思いますけどね。続いてはこちらの話題です。視聴者の方からの質問になります。免疫機能についてです。武田先生こんにちは。いろいろと規制が厳しいようですから、原理だけでも教えていただければと思います。用語に誤りがあるかもしれませんがお許しください。強制免疫が入ると自然免疫の活動が弱まると聞いたことがあります。だから子どもの予防接種も間隔を空けるというのは定着する以外に自然免疫の機能が回復するのを待っているのではないかと考えています。また同じ強制免疫が何回か入ったら自然免疫がしばらく活動を控えるようになって、その間に別の強制免疫が入った場合にはそれに対抗できなくなるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうかという質問です、はい、その人のご質問は非常にまともで、今そこに書いてあることで間違いはありません、はい、ただですね、僕昨日のちょっと放送でも言ったんですけど、その例えば原子力の被曝の対する人体の影響、1ミリシベルトで大丈夫なのか、もっと多くだって 10ミリシベルトで住んでる人いるじゃないかと、ね、その10ミリ自然放射線が10ミリシベルトのところで住んでる人もいるじゃないかと、まあ、いうようなことはいくらでも出ました。でこれはね、科学っていうのはですね、まだ人体とかそういうものに対してよく分かってないんですよ。それでそういう時に、そのワクチンと放射線被曝って似てるんですけど、
その放射線被曝っていうのは何で起こるかって言ったら原子力発電所が作るからなんですよねそれからレントゲン写真なんか通るからなんですよ。やんなければそんな規制はないんですけど、で分かんないんです。もうものすごくやっても分かんないんですよまだね。でいろいろ議論があって、専門家の間でも議論に議論を重ねて国際的に1年1ミリシーベルト行こうとこう決めたと、その説明を求められることあるんですけど、もうできないんですよ。要するに臓器ごとに全部係数が決まってて、その臓器に対して人間の命がどうつながってるかっていうことがあって、その平均値を取るべきか、一番なんか腎臓なら腎臓がやられるところを取るのか、甲状腺がやられるところを取るのかっていう議論もあって、その末に1年1ミリシーベルトになってるんですね。ですから本当にね、これはそういう国の委員会に出て発言するような学者がね、誠意ある学者を選ぶっていうところがポイントで、もうね素人だとちょっとね、僕はあの原子力の後に日本医科大学で講演した時にね、その時はちょっとみんなが全部あの医者だったから200人ぐらい、したがって僕は我々難しい図を出して、国際的に議論されているその子どもの影響、孫の影響の研究例を説明したんですよ。したら先生方がね、あの時はもう本当びっくりしましたけど、僕もそういう根拠があったんですか、それはありますよね。だって放射線だから子孫に影響ないように規制しなきゃいけませんから、でそれはね本当に難しいんですよ。低線量被曝ってもっと難しくて、もうネズミ 100万匹使ってやったんだけど分かんなかったわけですよ。だけども実際にやるんだったら規制値は決めなきゃなんないから、それ決めた。それと同じことがワクチンがあるんですよ。で僕はワクチンを 毎年打ってましたっていつも言います。インフルエンザウイルスね、はい、僕はワクチンを効くと思ってないんです。だけどもこの原子力と同じように将来発展させなきゃいけない科学だから、僕も科学者として協力しようっていう立場なんですね。でここでね、あの多くの人が考えなきゃいけないのは全体的な流れがどうなってたか、つまりお医者さん専門家がどう言ってたか、制度としてどうなってたかっていうことを考えるべきで、福島原発事故とか、あその新しいウイルスとかが出るとそれで人の心が動揺して違う方向に進んじゃうわけですよ。だから原子力なんていうのはね、今でも原子力発電所再開しようとしてるでしょ、まあ、一部再開してますよ、はい、国民は何ミリシベルとかまだ分かってないんです。なんでかって言ったら僕叩いたもんですから1年1ミリシベルとかないよって叩いちゃったもんですから、規制が今温泉出せないんですよ。そういう状態になっちゃうんですね。でワクチンについてはですね、あの別に僕はワクチンだから反対でも何でもないんでね、まあ、そこのところはなんか YouTube のなんか規制の人が間違ってるんでしょうけどね、風邪のね、風邪っていうのがあるんですね。あの日本には普通の風邪、コロナの風邪とか雷のウイルス、風邪、これは1年間に2000万人がかかるんですね。で結構肺炎を誘発しますから、死亡者も多いんです。しかしこの放送を聞いてる方、多分誰一人として今まで風邪のウイルスをワクチンを打った人いないんですね。でなんで風邪のウイルスをワクチンを打たないかっていうと、風邪にはワクチンが効かないからなんですよね。それにはもういろんな今の強制免疫だとかそういう免疫の話が山ほど、もう裏にものすごい複雑ですからね、やっぱり免疫の話も、はい、なんでじゃあ風邪の時ワクチン打たなかったんですかって言ったら、その重症者がいないからじゃなくて、どん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 変異するんで、まあ今専門家に聞くと新型コロナウイルスの変異ウイルスのはだいたい20億とか30億個ってある種類ね。だからなかなかそのダメなんですね。それでまあインフルエンザでよく知られているように、映画今年はどの方のウイルスが流行りますかっていうのが当たらないとワクチンって合わないんですね。だから今年は A 型のウイルスが流行るからっつったら A 型のワクチンを用意する。ところがそれからでは間に合わないからどうしようかっつって A でも B でも効くようなワクチンを用意しとかなきゃいけないっていうことですね。これは何を言ってるかって言ったら、変異株に対してはその変異株に適したワクチンがいるってことを言ってるわけですね。やがてはそうじゃなくなると思いますよ。だから今のところはそうなんですね。それから見たら分かるように、風邪でだから自分としてこういう問題を考えるときは、風邪でなんで我々はワクチンを打ってなかったんだろうか、2000万人もいてね、打ってなかったんだろうかということを自分で考える
ということが非常に大切で、それはなぜかっつったらもちろんどんどん変異するんで、でインフルエンザでも A 型とか B 型とか言ってるけど、あれ今で言えば何型とかよく時々言ってるでしょ、デルタとかなんとかってね、はい、だからまあ今度はギリシャ文字使ってますけど、まあ、そういうことなんで、そういうことを自分でじっくり考えた方が、こういう難しい強制免疫とかね、もうね免疫の方このくらい熱いんですよ、ずっと僕は読むわけですよ。僕ですらね複雑すぎてね、はっきりは分からないんですよ。人に解説はできるぐらいだけどね。だからまあ僕はあんまり中に入らずに外側の状況っていうのを見るという方がいいんじゃないかと思いますけど、うん、はい。続いてはちょっと面白い話題ということでこちらです、はいはい、うがぼんやり迂回の機会減少でということで概要です、うんうん、15日に閉幕した岐阜市の長良川迂回の鵜匠ら7人が18日岐阜市役所を訪れました。鵜匠の代表は新型コロナの影響で迂回の中止日数が過去最高となった今期について、モチベーションの維持が難しかったが最後に再開できてよかったと総括しました。鵜匠の代表は迂回漁の技術は本番で成熟していくため機械の少なさは大きな問題、鵜も川の中で魚を追いかけて体を作っていく、ぼんやりした鵜が多かった気がしたと振り返り、新しい時代に向けて迂回の形を考えていかねばならないと述べたそうですという話題です。はい、まあ最近多様化の社会とかね、はい、自然との共生とか、言葉だけで言ってますが、そうですね、あの鵜飼なんかはやっぱり長良川ですから、私も1回か2回行ってるんですが、それから鵜の飼育方法なんかをなんか、まあ、鹿なんかの用事かなんかで視察じゃないけど、そういうのも行ったことあるんですけどね、鵜、はい、って獰猛なんですよ、うんうん、もう目つきも、うん、もういつでも襲うぞっていう感じなんですよね。あの、まあ、肉食みたいなもんですよ、はい、まあ、肉食ですけどね、うんうん、魚っていうのは、あ、じゃあ鳥っていうのは獰猛ですからね、一般に。それで鵜飼自身は非常に長い文化を感じるんです、いろんな形でね。それから長良川の河畔には料亭もあります。まあ鮎なんかも食べさせるんですが、そういう料亭の習慣ですね、風習というのも、ああ日本の昔はこういうんだったなっていうことが実感できるようなもんなんですね。ところがね、年々あのみんな忙しくなってね、夜中でもねパソコンなんかやってね、メールなんかやっちゃってね、それで鵜飼を楽しむとかいうのはないんですよ。でまあ名古屋でもね、いつもね市民がね、市民とかあの中日新聞の変な環境派の記者なんかがね、自然が大切だとか言ってるんですよ。自然と親しむ人生じゃなくちゃって言ってるのにね、もう名古屋から中央線でね30分も郊外出たらね、もう郊外に素晴らしい施設がいっぱいあるのにガラガラでね、やっぱりこの言ってることとやってることの乖離っていうかね。だからその我々は本当にこう伝統文化ってやっぱりね人格を作ります、うん、毎日毎日金のことを考えてマンションから職場の間を往復してるのと違ってですね、やっぱり人間というのは伝統の中で人格も作りですね、うん、体も作っていくわけで、まあ、それには運も必要なんですね、うん、ですからそういう意味ではこの記事はですね、我々のその本当にこう、まあ、今精神分裂って言っちゃいけないんですけど、分裂した、それは病気の名前として使っちゃいけないんですけど、精神が分裂した状態なんですね。片やは自然を大切にせよ、自然となじまなきゃいけない、片方ではもう全然それと違うね生活をするというね、そしてノイローゼの方が多いとか、それからその当たり前ですよ、まあ年にね 2,3 回海水に浸からなくてね、ノイローゼにならない方がおかしいと思います。僕は人間とはそうできてますからね。ですからそういうことを思い返すには、まあ、まあそれなりのニュースの価値があるかなと思いますね、はい、続いては視聴者の方からこんな質問をいただいています。王子とマー君ということで、甲子園でハンカチ王子と称された日本ハムファイターズの斉藤選手が引退を決めました。彼自身も述べていましたが、プロに入ってからは最初の頃はともかく思ったほどの活躍もできないままだったと思います。同じ時期に甲子園で活躍したマー君こと田中選手の活躍ぶりとは対照的に思います。個人の差や運などいろいろあると思いますが、先生は2人を分けたものは何だったとお考えですか。とかく比較されがちだったマー君が単にすごすぎただけでしょうかという質問です。まあ才能ですよ、うん、それはマー君の、僕マー君と1回握手したことあるんですけど、はい、もう手のね厚さとかね、もう異常ですからね、うん、大きさ、はい、あれあの
いろんな球を投げられるというのは指の長さですからね、まあ、昔杉下というのがフォークボールを最初にやったんですけども指なんか長いんですよ。だからあれはまあ筋肉のとか、まあ、いやそれはハンカチ王子も良かったけど、それは高校野球まではね非常に良かったけど、まあ、プロで通用するっていう選手じゃなかったから仕方ないんじゃないか。それなりには本当にね、僕は彼感心してるのはね、あれだけ騒がれ、あれだけ恥ずかしめられて、しかも自分は野球が好きだったんですね、ここまで頑張ったってことは偉いと思います。だけどね、桃子さんはお若いからね知らないでしょうけど、はい、昔は大長島とかいたんですよ。知ってますよ。知ってます。それは知ってます。さすがに私はね。それからね、昔はね、はい、近鉄バッファローがね、はいはい、優勝を決めた時にね、最終回まで5対2で負けたりなんかして、5対2かどこかんだけどそのくらいでね、それで2アウト満塁、そこで代打が出てきたわけですよね。その代打がね、代打逆転満塁なんとかホームラン、しかも優勝決定、うん、そういうねドラマチックなやつがありました。巨人もありましたね、長嶋監督の時に、はい、あれはね江藤っていうね、はい、広島かなんかから移ってきたね、はい、ホームランバッターがね、これも満塁ホームランだったと思いますけど、これは逆転満塁じゃ、あそこは満塁じゃないんだ、そこは逆転じゃなくて同点に追いついた、例えば5対1だったとか5対5になって、その次になんとかっていう選手が中岡なのかな、あのライトにねホームラン打って、それがサヨナラホームランになって長嶋巨人が優勝したんですけど、ものすごいドラマティックだったんですよ、うん、ね、うん、それから相撲もね、はい、大鵬柏戸なんて言ったんですよ、うんうん、知ってます？名前は知ってますよ、ね、はいはい、あの頃もねもうすごいドラマティックだったんですよ、うん、ね、ところが面白いもんですね、最近の野球見てもね、うん、相撲見てもね、もう相撲は全部外人になっちゃってるし、うん、なんだか変な人が優勝するし、技も大したことないしね、でやっぱりね時代の流れって恐ろしいですね、うん、だからあのマー君がもう本当に野球のそういう感激した野球の最後の世代だったとは思いますね、うんうん、でもしかするとですよ、これ分かんないけど、もしかすると野球がお金で計算されるようになって、契約金だとか、うん、はい、そういうことで計算されることになってですね、面白くなくなったのかもしれません、分かりませんね、うん、野球とかそういうスポーツはやっぱり心でやるもんですからね、うん、ですからやっぱりそれが人の心を打つ、人の心を打つからこそ球場に足を運ぶ、うん、ということなんでね、それが組織化されたり計画されたり、それからお金で何かいい選手をやるとか、うん、そういうふうになったら多分廃れるんじゃないでしょうかね。ですからまあそういう意味では、まあ、もう一つは時代の流れというのがあり、一つは今の日本というのはお金で、昔の日本はお金で計算しなかったわけですよ。プロ野球選手でも契約金額って絶対言わなかったわけです。で聞かれても選手はいやお金のためにやってんじゃない、まあ、今日そんな話もありましたけど、うん、私は野球がしたいからだ、やっぱその情熱を観客に見せたんじゃないか、別に勝敗を見せてたんじゃないんじゃないかと思いますけどね、まあ、そういうこともちょっと考えられますね、はいはいはい、では続いての話題です。続いてはこちら、群馬各知事ですね、こちらが起こり、埼玉は冷静ということですけれども、先日ブランド総合研究所という民間シンクタンクが発表した令和3年の都道府県魅力度ランキングで群馬県が44位となったことについて、群馬県の山本一太知事がランキングの根拠が不明確だとして法的措置を含めた検討を始めたと明らかにしました。一方で群馬県よりランキングで一つ回答された埼玉県はいつも通り、群馬が44位で埼玉45位でしたからね。そうでした、はい、もう埼玉県はそれを喜んでますからね。そうですね、話のネタになるっていうのでねはい、これはね、あ、なんかリストがあります？ああこうか、はい、1位が北海道ですか。そうなんですね。2位京都、京都の駅の弁当ってまずいからね、高くて本当そう、沖縄はねもう所得は一番低いし、うんうん、東京なんか人の住むとこじゃないし、うんうん、大阪はまあ少しデタラメでいいところありますけどね、あのね、このランキングはさ、はい、あの正しいなんて思ってるアホがいるんだね。あ、そうですよね。どういうふうに思います？僕なんかね、
何言ってんの？毎回だからの基準がねちょっと曖昧っていうところと、あとやっぱり文法がねどういったものなのかという非常に気になる点ではあるんですけども、だから話題の一つとして捉えるぐらいには思っていますけど、ね、まあ一番いいのはね、はい、例えば県の魅力度っつったら土地の値段を言えばいいんですよ、うんね、その土地に住みたいって人が多ければ土地の値段上がるし、はい、住みたくないって人がいれば安くなるわけだから、うんはい、だから土地の値段でも上げればいいし、うん、土地の値段上げるとなると田舎の方が価値が高いっていう人もいるから、うん、土地の値段の安い方からのリストがいいかもしれないですよ、うん、ね、はい、大体ね多様化の時代って言ってるでしょみんな、はい、多様化の時代ってのは一人一人によって価値が違うの、うん、それを言ってるの。群馬県知事も多様化の時代って否定してるんですかね。どうなんですかね。否定してないと思います。山本さんかな、ね、あそこ。そうです、はい、あのね山本一たちにね、はい、あの人がそんな浅やかな人だと思わなかったね。もう少しちゃんとした人だと思います。もう僕だったら笑い飛ばしますよ。あそうですかと、うんうん、そんなアホもいるんですね群馬県は、いいのにって、ね、首相も2人も出してるし、うん、素晴らしいと。あ3人かな。草津温泉もねありますし、ね、草津温泉もあるしね、はい、こんにゃくパークとかもありますし、伊香保温泉もあるしねはい、はい、いいとこばっかあるじゃないですか。そういった、まあ、キーワードになるものもたくさんお持ちなのでね。そうそう、あの、はい、あれが美味しいですよ。あのね高崎からちょっとねこっち宮別の行ったところで、うん、鶏の弁当があるんですよ、はいはい、個人で工夫した、うん、もうあの弁当が一品ですよ、うん、まあそれ言ったしょうがないんだ、うん、だこういうものにね左右されるってのはおかしい、まあ、数字でね物事を測れないと、ね、あのここで重要な哲学的なこと言うとね、はい、多様化の時代というのは、うん、意見の違うことを喜ぶ時代なんですよ、うんうん、当たり前ですか、ね、多様化ですから、はいはい、だから相手と話をして あなた意見違うんですか、うん、いいですねって、それが多様化なんだ。ところがね多様化の社会がいいっつってる人ほどね、うん、みんな同じ意見にしようとするんですよ。これそれちょっと分かったりしますねそうそう、はい、だからねあなたマスクしてんですか、みんなマスクしなきゃいけない、それは全体主義っていうもんで多様化の社会とは違うんですね。で僕らがいいっつってるのは多様化の社会で一人一人が違う行動をする、法律に決めたことだけみんなで守りましょう、その代わり法律ではできるだけ少なく決めましょう。だ最近ね都道府県がねあの決めすぎるんですよ条例みたいなもんで、うん、それは悪い、良くないんですね、うん、やっぱり高級な社会って何かっていうと一人一人の人が一人一人考え法律だけは守って、あとはお互いに違う意見を楽しむっていうね。だから今度ノーベル賞もらった真鍋先生がね、まあ、いいこと言いましたよ。なんで日本に住まないんですか、いや同調社会には私は住めません、うん、まあ、こうだからね、うん、からこれはもう僕らが噛み締めなきゃいけないと思いますよ ね、うん、すね、あの江戸時代の侍のもっとそうですよ、うん、お主はどう思うのかと、お私わしとは違うなと、うん、これでいいんですよ、これでということです、うん、はいはい、続いての話題はこちらです、はい、面白い質問なのでこの話題を取り上げたんですけれども、はい、世界一の高身長国オランダ人の身長縮むということですね、概要です。オランダの統計局は先月17日、2001年生まれの平均身長は1980年生まれよりも低いという調査結果を発表しました。オランダの19歳の平均身長は男性が 182.9 センチ、女性が 169.3 センチでしたが、1980年生まれと比べて男性で1センチ、女性で 1.4 センチ低いことが分かったそうです。統計局によると、この1世紀の間にオランダ人の身長はどんどん高くなってきたが、1980年以降伸びが止まったそうです。報告書は考えられる要因として移民の増加や食生活の変化を挙げています。誰が挙げてるんですかね。これはですね、報告書を書いたところが考えられる要因として、この移民の増加とか食生活の変化を上げているということですね。ではあの日本人はどうかということでスタッフが調べたんですけれども、国立成育医療研究センターのホームページに、日本人では1980年以降に生まれた人の平均身長が低下している傾向があるとの記載がありました。低出生体重時の増加が影響している可能性もあるとのことです。これに関連して視聴者の方からはこんな質問をいただいています、先々週の虎ノ門ニュースで炭素のお話を聞いて、 CO2 濃度が高い時期は恐竜がいたという話から、 CO2 濃度が低くなってこれから人間の身長が縮むということはありますか、うん、という質問ですね。最後の質問なかなか面白いんですけど、はい、まず人間同士
同じ地球環境の人間同士比べますとね、辛い地域に悲惨な生活をすると背が高くなる、ね、美人になるんです。それは競争が激しくなりますか。だから遊んで暮らせないんですよ。そうすると自分が少しでも良くならなきゃいけないから身長が伸びます。それから色も白くなり目も青くなり女性は美人になりますね。それは男は力で勝負、力ずくの社会、女性は魅力で勝負とこうなって、それで背が高くなるんです。ところが南方はね、もうとにかく朝起きてぼーっとして、で、あーっと口開けてるとバナナ落っこってくると、で海に出りゃ魚がすぐ取れる。そうすると競争する人ないから背が縮んでくるんですよ。でこれはもうこのコメント書いた人はもう動物学全く知らないし歴史も全く知らないんでかわいそうですけどね、もちろん直接的には栄養とかそういうのがあるんだけど、そうじゃなくてこれはねもう絶対こうなるんです。ヨーロッパは楽になってきたんです、生きるのが。例えばね、エアコンがあって部屋があったかいとかね、それから食料も十分あるとか、はい、そうなるとそれで麻薬も増えてくるんです、はい、麻薬が増えてくるっていうのは麻薬を排斥すると何かあったら一生懸命働かなきゃなんないとみんなが切迫感があるんですよ、うん、みんなで心一つにして働かなきゃないのにあいつは麻薬なんか捨て遊んでてなんだってことになるんです。だから遊びに対しても厳しくなります。だからその麻薬が南方の国で盛んなのは南方は別に働く人ないのになんで麻薬っちゃいけないのってこうなるわけですね。それで大きな世界的動きとしてはヨーロッパの人の身長とかそれから美人とかは減ってきてて、そしてアジアとかそっちの方がずっと植民地だったんでそれで少し立派になってきたんですね。ところが日本もねもうこの頃楽んちになってきてね、働かなくていいやとなってきましたんで少し背も低くなってくると思いますけどね。ただ日本は徳川時代までは本当に楽だったんで背を高くする必要はなかったんです。村は村の中で協力して一致協力してやってきましたからね。だからそういう意味では僕がいつも言うのは白クマなんですね。クマですね。クマはみんな分かってるように南方のクマはちっちゃいんですよ。どん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 大きくなって北に行くと、まあここら辺ではツキノワグマですけど、まあ人間が少しちっちゃい、北海道に行くとヒグマになりますね。シベリアは今度は大型のヒグマですよ。それがあそこに行ったんで北極に行ったんで白クマが出てくるわけですね。当然白クマが一番長いんです。大きいんですね、大型ね。色も白くなって、まあ白クマができるのに2万年かかったんですよ、このヒグマから白クマにね。だから前は一番前は北極に行ったヒグマっていうのは色も広かったし背も低かったんだけど、だんだん競争もあるし伸びてきた。だから白クマ、僕はサンマの本場でっかり言ったんだけど、白クマが絶滅するなんてよく言ったんですよ、温暖化で。全然構いませんとね。またシベリアのヒグマ連れて北海の海にね投げ込めや2万年だったら白クマができますよ、はい、つってね。だからこの身長、体重、色、魅力、こういったものは全部ね気候の影響を非常に強く受けるんですね。ですからまあ楽になれば小さくなる、楽になればみんな働かなくなる。で厳しい時に切迫感がみんなありますから、それから日本みたいに日本の明治年みたいにみんな周りから日本に白人が攻めてくると、この野郎と思うからね、そういうふうな効果が現れてくるんですね。そういう意味でこれはだから非常にね僕はいい質問と思ったんです。これ質問、そうですね、質問も含めてですね話題ですよね。そうね、はいはい、ですからこの話はですね奥が深いんですね、うんうん、それはもう人間社会の文化、うん、考え方、はい、女性が働くか男性が働くかってこともあるんですね、うん、気候が厳しくなると男性が働けます、うん、それで気候が温暖になると女性が働き出します。したがって九州男児みたいなものは何でできるかっていうと、もう九州は男性働く人ないんですよね、うん、だから一応建てまつっといて、もうあなたはもうブラブラしてディアって焼酎が流行るんですよ、うん、ね、うん、飲みすけも流行るわけですよ。だからところが北海道は今度厳しいからアイヌの文化なんかは、うん、姉と妹がいて結婚両方ともしてて妹の旦那が死ぬと、うん、妹を引き取って、うん、2人とも妻にするんですね。
これはまあ日本の常識から言うと重婚だとか言ってるけど、そんなことないんですよ。その妹一人じゃ死ぬからね、ああいうとこでは。だから、あの二人妻になるわけで、状況っていうのはそういうふうにできてるんで、文化っていうのはもう少しきちっと考えなきゃいけないと思いますね。質問がちょっとありましたね。質問だと、はい、CO2 濃度が高い時期は恐竜がいたという先生のお話から、はいはい、ね、まあ、CO2 濃度が今後低くなっていったら、ね、はいはい、人間の身長が縮むということがあるのかどうか、もちろんあの生物は、生物の食料っていうのは CO2 しかないんで、はい、あの CO2 を減らしていけば、まあ、恐竜の時にはあの古生物学なんかを見ると、大体今のまあ、大体40倍20倍、まあ、ぐらいですね。ですから、あのこれはだけど生物の体がみんなでかくなるんです、うん、なんで生物の体がみんなでかくなるかっていうと、まずあったかいってことがあるんですけど、もうちょっと植物の生成速度が速いから、うん、食料供給が十分いくんで、それでどん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 食べる、それで、まあ、恐竜があそこの大きさまでいけたということですね。ですから現在のこの新生代っていうんですけど、新生代の特に3000万年、新世代ってのは6500万年前からできたんですけど、3000万年ぐらいからこっちはね第三氷河時代なんで、やっぱりもう大型の動物ってのはみんな今絶滅しかかってますね、うん、あのゾウもそうですし、それからまあシロナガスクジラとか、そういったものはまあ全体のバランスとしてはもう維持できないんですね。ですから、まあそういった全体の状態があるということですね、うん、はい、はい、では続いてですね、こちらもちょっと面白い話題になります。高望みはしませんということですね。時々話題になる女性が思う結婚相手の条件、うん、昔は参考なんていうものがありましたが、昨年末あるテレビ番組で紹介された女性が思う普通の男の基準では、学歴は大卒、ちなみになんですが、日大、東洋大学、駒澤大学、専修という、まあ、日東駒専といわれるこの4つ以上で、事務通いをしていて、都内在住なら体を鍛えてトレーニングジムですね、はい、都内在住なら年収500万円以上、清潔感が大事で鼻毛が出ていない、ヒゲ爪が整っている、はい、美容室は月1、2回、うん、化粧水をつけて就寝するなどで、これが全部揃っているのが普通の男レベルということだったそうですよ、はい、この中で年収に注目すると、結婚適齢期の30歳前後で年収500万円以上の男性は全国でわずか1割ほど、東京都に限定しても 22% に過ぎません。全国では300万円以下が 46%、 東京都でも 33% と、この層が最も厚いのが現状です。さらに年齢層を拡大して20代から50代の未婚男性を見ても、500万円以上は 15% しかおらず、やはり300万円以下が半数という結果でした。既婚男性も収入の層は未婚男性とあまり違いがなく、男性の年収にこだわらない女性が結婚しているのではないかとの見方もあります。ある結婚相談所の人も、高望みはしません、普通の人でいいですとよく聞くそうですが、普通をどう捉えているかで結果が違ってきそうですという話です。なんかその記事もポンコツだし、それから結婚相談所もダメですね。あのね、まあ桃子さんが女性だからね、はい、女性から見て僕の言うことが変だったら言ってくださいね、はい、何ね、うん、あの結婚生活の幸福なんていうのはね、収入じゃ決まりませんよ、うんうん、収入も一つの目安ではあるっていうぐらいはあるけど ね、はい、ジムに行ってる、夜中にあのなんかあの化粧水つけて寝る、もう絶対不幸、離婚ですよ離婚決まってじゃないですか。いやだからこれまでね、あの細かいことに気にされる男性っていうのは、私のこれはあくまで個人的意見ですけども、あ、いいですよ。細かなことに気にされる方は細かなことを相手にも要求すると思ってるんですよね。なるほど、なるほど。なので私のような大雑把で中身が男性のような人間にとってみれば、非常に生きにくい、うん、男性か女性か分かりませんもんねそうですよね、本当にその通りですよ。でもそういうふうには感じるものでね、この普通っていうのがやっぱり一番難しい点なのかなとは思いますよね。僕はね、結婚生活が一番幸せ、女性特に、はい、妻の結婚生活が一番幸せなのは、はい、夫が深く妻を愛してるってことです。僕はそう思いますね。なるほど、はい、ですから、できないですけれども、ね、私はねこう言ってるんですよ、はい、自分は会社でね一生懸命働いて500円の弁当をね、はい、今日は忙しかったから書き込むように食べた、そしてちょっと残業もあったから8時にようやく家に帰ってきた、疲れ切って、うんうん、じゃあ妻はまあ元気いっぱいと、で夫が来るなりに、今日は朝、あ、昼あのお寿司食べに行ったの、松寿司に行ったら昼のなんかランチの安があってね、うん、
3200円だったの、美味しかったわって言った時にカッとくるようなとかイラッとくるような男性と結婚したらそれはダメですよと。なかなか男性っていうのは自分が500円の弁当を食って、うん、妻が3200円の寿司を食ったら嬉しくならなきゃいけない。これが兵士っていうもんなんですよ。兵士、兵士っていうのは妻と子供の代わりに、あれ代わりなんですよ。全員で国を守ってもいいけど、全員で国を守ってロシア軍が来ると全滅しちゃうから、しょうがないから男が女子供を殺されないために自分が殺されに行くわけじゃないですか。これが男の役目なんですよ。男の役目ね。だから男ってのは常に自分が500円で妻が3200円で嬉しいという気持ちが湧いてこなかったらもう結婚しない方がいい。うんうん、なかなかね、相手を思いやるってね、口では簡単に言えますけれども、奥が深くって難しいですよね。うん、だからそんなこと言っちゃダメですよ、桃子さん。いや、思いますよ。だからダメな、こういうここで離婚の女男が出ちゃうんだ。いや、だからやっぱりこう最近はね、なかなか結婚する方がいらっしゃらないっていうのは、僕はほらこの頃もう、ね、せっかくラビット会作って昔はジャンジャンあったけどね、もうね、そういうだ。あの人、自分のために結婚しようと思ってる男性がいるの。うん、ね、とんでもないと。あなたね、男ってのは生きてるかしないのよと、うんうんうん、ね、生きてるかしないんだから500円の弁当で満足して妻が3200円の寿司嬉しく思わなきゃったら何のためにあなた結婚するんだって、まあ、なかなか修行は難しそうですね、その境地に至るまでは。そう、はい、先生もやっぱり修行じゃなくてやっぱ人間は何のために自分は生きているか、うんうん、何のために生きているか、それは人に貢献するためですよ、うん、人のために生きる、人のために生きる、はい、あのね、この前ね、それブログ書いたから今度ブログ見てくださいね。あのね、今日かな、今日だったかなんか言ったんだけど、ね、ブログと同じこと言うんですけど、お金がある人は働かない人もいるけどもっと、うん、これはある哲学のね、はい、本に書いてあった。で、僕はね、随分この本は薄っぺらいなと思いながら読んだんだけど、はい、お金があるから働かない人もいるけれども、一般的には人生を送る意味には働かなきゃいけないと書いてあった。ね、うんうん、え？って思いましたよ。いや、僕自分を選ぶわけじゃないですよ。僕はどういうふうに思ってきたかったら、僕は生きていく上に飯も食わなきゃあんない、味噌汁も飲まなきゃあんない。そしたら味噌を自分で作るのかと、できないと、うんうん。外に出たら道路歩かなきゃあんないけど、道路は道路工事さんがいないとできない。電車もちろん乗れない、車乗れない、飛行機乗れない、水洗トイレ行けない、何もできない。全部他の人がやってるものを使って僕は生きてるじゃないですか。人間としてね、最低でも、つまり動物だってね、自分で野原を歩いて草を噛んでるじゃないですか。ね？で、つまり自分でやってるんですよ。で、人間は自分でできない。こんな文明世界になっちゃったから。だけど、人から提供されてるもんの日本流では恩ですよ。恩、うん、恩はね、返さなきゃね。その恩を測る手段が金なんだ、うん、金が最初にあって働いてんじゃなくて、恩を返したいんだけど、どれだけ働いたら、僕だったら物理学なんてやってるから、物理学をやってどのくらいね、飯作ったかなって分かんないんだ、うん、だからまあ給料でもって一応ね、だからやっとやっと生活できるっていうのと、私が外周りから受ける恩とかを釣り合ってるわけだね、釣り合ってる。ほんでそれ以上ちょっと贅沢したいでしょ、その分はちょっと頑張って贅沢する。だから最低、例えば月30万なら30万はこれは人に対して恩を返すんであって、お金があったら仕事しないっていう人はね、なんか盗っ人ですよ、小じきとかそういう人ですよ。だって自分はお金があるってのはお金だから祖先から降ってきたとね、それ使ってそれで食べたりなんかして、だから僕ね、適正利潤以上は厳しいんですよ。つまりその人間というのはもともと周りからもらったものはまず返す、これが第一だ。それが月30万なら30万、自分が贅沢しようと思ったら頑張って10万稼いで、それは楽しんでもいい、プラスアルファだから。それからもう一つは、あと5万ぐらい稼いで、それは働けないかわいそうな人がいるから、その人にはやっぱりそういうの回さなきゃいけない。だからまあ
3本立てだと思うんですね。自分が恩を返す料金、自分が楽しむ賃金、それからかわいそうな人を助ける、ね、給料、この3つ以外にね、給料の内容はないと思います僕は。それをね全部間違ってるもんだから、まあ高の目にしませんとかそれくだらない話になるわけですよ。ね、妻っていうのは今度は子供を産むという、まあ、子供産まなくてもいいですよ、子供産まなくていいけど、まあ、産まない人もいるから、だけど子供を産むということをやって社会全体に貢献するね。子供が生まれなかったら日本国ってね次の世代いないから、もう非常に大切です。お母さん、お母さんやると365日24時間休みなしに働いて、そして子供を育てる、もうそれだけでね旦那はね、もちろん全部給料渡さないかんですよ。それ以外に旦那のやることってあるんですかね一体。だからここで言ったように旦那は妻から派遣される派遣労働者だと、はい、ね、そして家庭を作っていくんだと、うん、そうですよ。これで終わり？そうです。あ、そうか、今日はこのテーマで終わりということです。そうですか、はい、じゃあ最後に、はい、今僕が言ったことは男の、はい、古い男の無駄な話だから桃子さんが今から、はい、私がですか、恩を返すためのお金なんだ。お金というのはただ自分の恩を返すやつの測定する手段なんだと、うんうんうん、手段が目的になってはいけない、うんうん、ということに対して厳しい反論をお願いします、はい、いや反論はないんですけれどもねただ時代とともにいろんなその好みっていうんですかね、女性に求めるもの、男性に求めるものが変わってくるとも思いますけれども、やっぱり気持ちの部分ではね、やっぱりこの相手を思いやるっていうのはどの時代も共通して大事なことであってね、野菊の墓ですよ。あれを読んでね、民子を深く愛するそうじゃしダメですね。ね、歩み寄る力っていうのもやっぱり必要になってくるかな、はいはいね、なんて思いますよね。ここはその欠陥の人が多いからなかなか言いにくいんですけどね。まあ欠陥かどうかはね、またその後の人生も続きますので、今後見守っていきたいと私は思いますけどね。なるほど、はい、はい。ということで、いろんなお話今日もお送りすることができました。次回の放送になります。次回は10月。22日になります。違いますね。いや違いますよ、10月22日もう選挙の後でしょ。そうですよね、これ日付が間違ってましたね。11月の11月5日、失礼しました。11月5日がそうです、金曜日です。今度選挙も終わってますから、そういう論評もちょっとしたいですね。そうですね、どんな風な結果になっているのかという話題も出てくるでしょう、はい。11月7日金曜日の午後7時友達 TV から、5日の、はい、午後7時から友達 TV からのお届けという風になります。ということでお話以上になりますけれども、ね、先生の方は特に追加のコメントはございませんか？いや、ありません。今日は十分にお話をいたしました。特にオランダ人の背が低いやつとか、そうですね、それから、はい、3200円の寿司とか、そこら辺は大切ですからね。はい、ということで以上をもちまして武田邦子の本当の話、今日はここまででございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。先生、今回もありがとうございました。どうも失礼いたしました。